どうも、アイチョです。先日ヤフーニュースを見てたらですね、こんなニュースを見かけたんですね。毎年子供とか赤ちゃんが車内に放置されて亡くなるっていう痛ましい事件が起きるわけですが、今回このニュースの中では15分で、危険な度合いになるっていう話だったんで、以前ね撮影したことはあったんですが、またちょっと撮っていこうと思います。で、今日自分が住んでるところの最高気温が一応37度予報、さっき外でね温度計やった時のがこんな感じ、今多分33、4度だと思うんですけど、時間的に、体感はこんな感じとなっております。で、今18度のエアコンをガンガン最大の風量で出してる状態なんですね。こんな感じで、前のところにはその太陽の日差しが入らないような、一応こういうことをしてる状態 で、この状態からね、やっていこうと思うんですが、非常に危険なことなので、もちろんね、真似したりとかはしないでください。で、一応今が車内が28度ぐらいですね、28.5度、この状態から始めていこうと思います。では、タイマーをねつけてエアコンを止めてやっていきましょう。ではぜひね、ご覧いただければ嬉しいですし、もしよかったら、SNS 等で拡散の方もよろしくお願いいたします。開始から約5分が経過しました。車内の温度は30、もうちょっと2度ぐらいですかね、温度としてはそんなに劇的に上がってはいないんですが、やっぱり最初28度ぐらいスタートの時ってエアコンの風が当たってたりするので、体感温度はかなり涼しかったんですね。でも、温度自体は4度ぐらいしか変わってないんですが、非常に、息苦しくなってきました。10分経過しました。車内の温度はですね、現在34度、ちょっと、35に近づいてきたぐらいですかね。この気温になっても徐々にどん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 上がり続ける感じです。で、相変わらずですけど、やっぱ息苦しいですね。非常に息苦しい、そんな状態です。17分ぐらいですね。すいません。今15分の時に動画撮って喋ってたんですけど、撮影ボタン押し忘れてしまって、少し時間経過してしまったんですが、今17度で、17分で温度が37度を超えております。太陽をね、超えてるんですが、さっき15分の段階で36.3度ぐらいだったんですけど、35度を超えたあたりからですね、息苦しさが急にちょっと、レベルが変わるというか、息苦しくなりますね。今回、自分は、今34歳ですけど、大人でも、18度にあれだけガンガン涼しくして、で、今、日差しがあまり入らないように工夫をした状態でも、15分経てばここまで苦しくなります。もちろん、大人でもね、命に関わることはありますし、赤ちゃんや子供が放置されれば、簡単に命を落とします。なので、こういった思ったよりもすぐに温度が上がるんだっていうことが多くの方に伝わることを願っております。ということでご視聴いただきありがとうございました。